本日も数学の話題を提供していいいきたいと思います、えー、今日の題材は「整数と論証」ですね、えー、それでやっていきたいと思います、えー、まずこの記号ですね、えー、ガース記号と言います、えー、おなじみの記号ですけど実数 x に対してこのカギ括弧 x というのは、えー、x を超えない最大の整数を表しますすなわち、えー、とこうですね x は n と n+1、まあ、イコールは n の方について n と n+1 で挟まれている整数をとってでそれに対してガース記号 x というのは n というふうに定めますこれが定義ですね。x を超えない最大の整数ですね。はいそれでえー、っとまあハテナのボックスになってますけどこれはそ,のそれぞれ同値な条件を言えという問題で、まあ、言い方はいろいろあるかもしれないですけどまあ簡単に決まりますんで、えー、自然数 n に対してガース記号の ルート n イコールルート n になっている時のその n の条件を言えってことですねはい2番もそうですはいそれでやっていきましょうまず括弧こ1ですねえー、とガウス記号のルート n がルート n になっていたとするとこれはもうえっ、ー、と整数なので整数なのでルート n が整数ということになりますしたがって n は何かある整数 m という形で0以上の整数ですねという形でかけてるっていうことですね。ということは n イコール m の2乗という形で平方数平方数でかけることになります。に限られるということですね。で平方数だったら n イコール m の2乗なのでこれの時には逆に ルート n のこれは m になって、えー、つまりこれルート n になるので、えっ、ー、とこっち側も言えるってことですね。こっち側も言えて、えー、成立する。したがって、えっ、ー、と n は m の二乗というふうに平方数であることが必要十分条件です。これが最も簡単な、えー、言い換えですね。はいということで、えっ、ー、と n イコール m の二乗という平方数 というのが条件ですねはいそれでは括弧2にいきましょう括弧2も同じようにルート N を m というふうに置いてあげましょうはいで、えー、m はルート n のガウス記号で、えー、ルート n 以下ですからこうですよね で、m の2乗は n 以下であるってことが言います。で、今、ルート n のガウス記号から、ルート n-1 を引いたものですね。取ったら1になるので、これは、ルート n-1 のガウス記号が、えっ、ー、と、m-1 になってるってことを意味してます。で、今、 2の実数です、ね、えっ、ー、と x に対してガウス記号 x と x と x ガウス記号 x+1 の間にはこういう関係がありますこうですねこの、えー、とこの定義を、まあ、ここに代入しただけですしたがって x ス1はガウス記号より c に小さくてで、えー、ガウス記号 x は x1 より小さいと以下というのが言えますよね。x 以下というのが言えるので、x イコールルート、ルート n-1 マイナスとすると、ルート n-1-1 マイナス1が、えっ、ー、と、ガウス記号のルート n-1 マイナスで m-1 マイナスってなります。したがって、ルート n-1 マイナスは、 えー、M よりも小さい、N に小さいということになりますね。したがって M、M マイナス1は N の二乗、M の二乗より小さいということが言えます。はい。したがって、この不等式によって、この式とこの式によって、N は M の二乗と N プラス1 m の2乗すすに挟ままれてますね。でイコールがこっちついてないので、えー、m の2乗イコール n という式が成り立ちますよって n は平方数ってことになりますまあ結局括弧1番となんか似たような同じようなのが出てきましたけど n は平方数というのが条件として出てきますで平方数だったら逆に え平方数だったら逆も言えるってことを確かめましょう。えー、n=m イコール、m、の2乗だとするとルート √n はルート、えー、√m のガウス記号になってこれは m ですよね。で一方、えー、m イコール,ルート √n よりも √n-1 っていうのは真に小さくなります。 1に小さくなるので、えっ、ー、と、n-1 は m の二乗を一やって、それは m-1 の2乗以上になるので、これよりルート n-1 は m-1 以上ということが言えます。したがって、m-1 以上ルート n-1 で、 m よりも小さいので m と m-1 の値に間に入ってくるので √n-1 はガース記号を取ると m-1 になるんですね真に m よりも小さくなって1小さくなるだけなので√ト n ルートの n √ n 1の値が m m 1となって1になります。 したがって、えー、この代の式が成立するわけですねつまり逆も言えたことになりますしたがってこれもこれも1番も2番も結局 N は平方数というのが、えー、同値な条件ということになりますはい、えー、こっちもこっちも N は平方数というのが答えということになります 括弧、はいまあ、にはちょっとえっ、ー、と議論が長くなりますけどまあでも本質的にねその、えー、と平方数のところ前後でその n を動かしていくとルートルート n− マイルート n, ート n 1の値が、まあ、通常だと平方数でないと一致してしまうみたいなことがまあ分かればいいかなと思います。でちょうど平方数の時にえっ、ー、とこっち側が m でこっち側が m 1になって差が えー、1だけ生じるということなんですねそれ以外の時には両方とも同じ値になって0になるということですね。まあ、それがね実験によって分かって、えー、まあ最終的にはその n が平方数ということをしっかりと証明することができれば十分ではないかなと思います。はい、えー、整数と論証でした。